皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券ディーリング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、このチャンネルが気に入りましたら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は108円の67銭。今週一時109円台に行きましたが、再び108円台の後半まで押し戻されています。ユーロドルは昨日 ECB 会合があったんですが、1.1979、少し上昇しています。ユーロ円は2018年以来の130円台までユーロ高が進んでいます。豪ドルは、豪ドル円84円の70。そして、来週こちらの方はですね、また注目が集まりそうなポンドドルなんですけれども、1.3990、ポンド円は152円04。このようなレベルで現在取引が行われております。ではこちら側、右側のチャートを見ていただいて、これはドル円の1時間足のチャートです。今週のドル円は、3月の8日、ですね。ここからスタートして、最初108円の33銭から、スタートしています。前半からスタートして、翌3月9日には109円の23銭までドル高円安が過ぎました。ただその後はですね、110円の方に行く、ドル高円安の方には行かないで、少しずつ、上値が抑えられているという感じですね。左側のチャートで、ちょっと、これを、ドル円の、こちらの方のチャート、ドル円の日足のチャートです。この日足のチャートを見るとですね、ドル円の勢い、ドル高円安の勢いが結構ぐーんと伸びてますので、強いことがわかるんですが、こちら側のチャート、1時間足のチャートを見ると、ちょうどこの辺のところですね。この辺のところで、ちょっと気迷いというかですね、高値が今週になって109円の23銭をつけたんですが、その後は108円の92、108円の81、そして、今のところは108円の71とですね、徐々にではあるんですが、高値が抑えられてきている。そんな、マーケットになっています。まあ、そういう意味ではですね、今週、109円まで行ったんですけれども、昨日のドル円の安値は108円の35銭ですから、先ほど言いましたようにですね、今週のスタートは108円の33銭ですので、今週の前半、火曜日までにドル円の上昇分をとりあえず金曜日現在の段階では全部戻してしまったと、フラットになった状態になっているのかなと思います。それで今ここの状況、左側の日足でいうとここの状況ですので、ここから先、ドル円どうするのかなというところになっています。まあそうですね、まあこの日足そしてドル円の一時間足を見ると、少し、勢いが失われてきてるんじゃないかなというような感じがします。右側のチャートで、週足、もうちょっと高いところを見てみたいと思います。ここですね、今ドル円はね。ただやはり、ドル円円安、どうしてもここまで来たからにはですね、110円を狙っていきたいなというふうには、マーケットも考えているかなというふうに思います。で、来週は、この3月のですね、最大の山場とも言える FOMC と日銀の金融政策決定会合が行われます。今のマーケットは金利で動いてますから、そういう意味では、金利のことを FRB、そして日銀がどういうスタンスでやるかによって、ドル円、大きく動く可能性があります。まあ、例えば、FOMC でパウエル FRB 議長が今までの発言を繰り返すのであれば、為替的には、FX 的には、ああ、いいんだと。
金利差はこれからも続くんだということで、110円を狙いに行く、そういうチャンスが増えてくると思います。ただ一つ気をつけなくてはいけないのは、金利があまり上がってしまうと、株式市場に悪い影響を与えると。で、まあ、株式市場の下落と円高というのはですね、最近は関係が薄れているといえ、やはり、無視できない部分がありますので、株式市場が下落するということになると、少し円高の方にも動きやすい。つまり、金利差だけを見ていないで、株式市場も注意していかなくてはいけないというようなマーケットに来週なってくるのかなと思います。で、まあ、この110円ですね。110円はですね、トライしていきたいなというふうに、見てみたいなと。まあ、今月中に見てみたいなというふうに思うんですけれども、この週足でこの110円、の、ここですね、110円。見ていただきたいんですけれども、これが、110円を切れてからですね、しばらく、時間かかってるんですけれども、この110円がですね、これを見ると2020年から、現在の段階、まあ1年以上なんですけれども、110円よりもドル高円安であった滞空時間というのは、これ週足ですから、まあ1ヶ月ぐらいしかないということで、長いスパンで見ると、110円、もちろんトライする可能性はまだ十分にあるんですが、そこの上でステイするかどうかっていうのは難しいのかなと。よっぽどこれ以上の材料がないと、110円で、ステイしてさらに上112円、114円を狙うというようなマーケットにはなってこないのかなというふうに思います。で、その鍵を握るのは、先ほど言いましたように、来週の FOMC。そして、日銀も新しい政策を出すというふうに言われてますので、日銀の政策金利、会合、こちらの方は注目していきたいなというふうに思います。今週は以上です。このチャンネルが気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いいたします。